じゃあ今日はサンクスチャンネル質問コーナー。事前にですね、皆様、応援してくれるファンの皆様がですね、インスタやツイッターとかね、こうダイレクトメッセージで、たくさん質問をいただきましたので、今日は僕が、代わりに代読させていただいて、お願いしまどんす。どん質問していきたいと思いますはのい。で、よろしく女お性願っいぽいし感じでおま願いす。します。女性っぽい感じでおい願いやしいや、それはちょっと、難題だな。ます。お願いします。おい、最初おでい。すね。大阪の方から、まあ、なおさんっていきましょうかね。なおさん。皆さんのね、好きなアーティストさんのことについて語ってほしいです。あと、おすすめの一曲も伺いたいです。で、この方からはですね、新野選手が北海道のインタビューで話されてた、なんでこれ、トリップレイン、をヘビロテしていますと。で、お気に入りは、つぼみです。みたいな。ありがとうございます。僕は、なんだろうな。ジュークっすかね。ジュークってわかりますか？みんなわかる？ジュークって。紙飛行機ですわかんないか。おう、紙飛行機。そう。中学の時とかってみんな、こう、ギターとかバンドとか、なんかね、ちょっと興味湧いたりしてる時期がない。ギターで結構弾いたりとかしてた時期があって、俺もギターそれ友達の影響で買って、いまだにそのギター持ってるんだけど、たまに弾いたりするんだけど、やっぱそれがね、結構自分のバイブルじゃないけど、ジュークかな。鉄人はですね、槇原敬之さんがおお。お気に入りです。好きそなん曲中は？は、やっぱ僕が一番欲しかったものっていう歌があるんですけど、最初は、先とても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。分かった、それね。いや、すごく歌詞が好きで、僕は。まあ、僕の欲しかったものを探すんですけど、結局それをいろんな人にあげてて、その笑顔を見るのが自分が一番欲しかったものみたいな。幸せとか見れるのが幸せ。なるほど。さっきの千葉ちゃんのギターとかいう話、ちょっと引っ張られてるんだけど、やっまあ、てた。小学やって生のたわ時けにじゃない。僕やってたんですよ。おお。で、ギターを？聞いてたの、エリック・クラプトンとか練おお、習してまわかるよ。さすがかっこいい。エリック・クラプトン、スティービー・ワンダーぐらいから入りましたね。洋楽の。ええー。エリック・クラプトンの Tears in Heaven を練習してた。デレデンって。では。おお。ああ、すギごターい。やってたらそうだよね。ギターやってたらそれは。なんか、このアーティストめっちゃハマったっていうのはないですけど、結局ちっちゃい時からずっと聴いてたのはケツメイシかなって思います。ああ、ケツメイシはやっぱ、何が一番好き？ちなみに。Life is Beautiful は結構、ああ、わかるよ。みんないいっていうし。いいね。俺はね、友達が一番好きなんだよ。やっぱこれ、なんかね、学生の時、中学校の時がすごい、印象深いっていうか思い出がいっぱいあって、中学校のね、多感な時期を、すごい、3年間ってめちゃくちゃ濃いと思うのよ。それにつながる歌、ジュークもそうなんだけど、それにつながる歌がその友達だから、すごい俺もね、友達は聞くね。まず、基本的にこれね、女性の方が多いから、恋愛話は怒涛に来るんですけど、もう少し男性のファンっていうか、男性の方の質問をもう何個か行ってみますね。最近、何で爆笑しましたか？千葉県の、まあ、M さんぐらいにしとこうかな、M さん。何で一番爆笑しましたか？ホテルから練習場までバスじゃなくて車で移動してるんですよ、僕ら。それ結構密を避けるためみたいなね、小グループに分かれて。で、キャンプの初日ぐらいの時に、まあ、フミヤが運転の車で俺行ってんだけど、ちょうど、赤だって、こっちがね。で、歩行者がちょうどピコピコピコくらいになっている時に、犬をね、連れたね、歩行者がダッシュで行こうとしたの。もう赤になっちゃうから、急いでね、渡ろうとしたら、犬が途中で、ピコピコ鳴ってる途中で止まりだして、赤信号の歩道、歩道の信号赤の時にうんこしたの、そこで。
そこにうんこしたままけどもう赤だからさもう帰行かなきゃいけないじゃんでどうすんのかなと思ったら飼い主手袋したまま右手にそのまま犬だけ連れてもう渡って待ってた。うんこそのままでもう一回取りに戻るってこと？待ってたってことはじゃないかな。取り戻ったかどうか。でも帰りにはなかったやん、そのうんこ。拾ったね。だから取り拾って戻ったんかな。それがどっか誰か踏んだかっていうのがあったはいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとね、爆笑とは違うけど、うん、沖縄で夕日が綺麗で、ああ、タイムラプスだっけ、はい、タイムラプスで夕日を撮影してたら、なんか沖の方にバチャ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 なってて、ウミガメかなと思って、うん、そのウミガメみたいなのが近づいてきて、うん、で俺らが泊まってるホテルの浜に上陸したんだけど、うん、リカルド監督だった50分泳いでたっつって沖まで行って海を、うん、海を、あの人なんかあれやるんだ、トライアスロン、なんか徳島からも泳いできたって言ってたもんねアワジ通らず、アワジ通らず、あ、やっとなんか点灯線がつながったわ、そういうことね、それはおもろいな。でもちょっと不覚には笑ってしまった、悔しいな本当にサンクスチャンネルもなんか過激な方が皆さんお喜びなようなのでもう少しちょっとどんどん進めていきたいと思います。過激なチャンネルで有名ですからね次はどこで省略したらいいですかね。アキさん、アキさんでいきましょう。男の人がセフレに情が湧いて好きになることってあると思いますか。いや、今まではないけど、そういうこともあるんじゃないですか。やっぱ男と女ですから。お前セフレなんているのか。いないっすよ。いや、今まではそうですけど、なんかそういうことをしてる人とはそういう風になったりもするんじゃないですかね。どう踏む鉄人。鉄人はもうゼロか100かだから。ああ、そうなんだ、うん。俺と一緒、俺と一緒。中途半端はないですね。スケベさん、どうですか。はい、あると思います。おお。こう、同じ方から、暇だったら会うねって脈なしですか。なんかあったんだな。なんかあった人だな、これ。暇だったら脈ないよ。バッサリ。脈ないよ。はっきり言ったな、あいつ。脈なしで。脈なしか？うん。はい、うん。なるほど。次。山さんぐらいですかね。いつまで経っても彼女を大切にする男の人ってどうやったら見抜けますか。俺の持論ですけど、ご飯きれいに食べる人は大体誠実な人多い気がしますね。あと箸の持ち方。へえ。なるほど。はい。そうするともうご飯皆さんあれですよね。汚く食べて箸の持ち方が悪い人はもうこれはもう。もうダメだと思います、ね。ダメですねって。はい。特に魚は顕著に出ると思いますね。ああ、魚きれいに食べるの。そう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 。それ骨とかまで全部食う人どうなんですか。骨とか食う人はダメでしょ、多分。ダメっすか。ちなみに僕なんですけど。全部食べんの？サンマも？サンマ全部食べます、僕。頭からここまで全部なくなります。アユとかどう？アユの内臓とかもいけんの？あ、食べますよ。苦くない？え、あれが美味しいんじゃないですか。あれ泥やで。泥なんですか、あれって。あれ泥だよ。だってあいつは泥食ってんだよ。あれだよね。俺、その残ったやつ焼いてパリパリにしたらうまいんだよね。あ、うまい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 。わかる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 。はい、ありがとうございます。はい。じゃあミュートのままめっちゃ喋ってたわ。
みんなめっちゃ仕事するじゃんと思っあ、じゃあ復活したあのスケベさんにっていう質問があるので皆さんでこれ考えてください。あずさんからですね。あずさんが、はい、浮気を繰り返す人は本当に病気なのでしょうか、一生治らないのでしょうか、好きだから辛いですっていう。浮気をされるぐらいだからそこまで好きにさせれてないんじゃないか。あ、そういうこと。うん、まあでも人によるか。うん、人によるけどだな。絶対治んない人もいるだろうし。うん、それが許せないんだったらやめた方がいいんじゃない。なるほど。バッサリ切るから、あの意識高い系の人たちはいいかもしれないけど、あのすがる感じだったらかわいそうかもしれないまあちょっとわかんないな、浮気する気持ちが。まあ正直本当に、あ、まあ、なんかいろんなタイミングとかが重なるんじゃないですか。うん、でも一生治らない人もいいんじゃないですか。それは多分いるでしょう。うん、うん、まあでも一回してたらずっと一緒にいてもするな、もう、うん、じゃあするということです。うん、悲しい、なんかもう悲しい答えだな。はい、もうバッサリですね。バッサリやな。じゃあ次、ズーさん、何部の人と付き合えば浮気されないですか。はい、自論だけど吹奏楽部じゃない。なんでですかそれは。真面目な子放送じゃないですか。それは男の子が吹奏楽ってことですか。男の子が吹奏楽。なるほど。サッカー部ではないということは言っとくわ。野球部でもないと思うな。野球部でもない。なるほど。じゃあ次は、まあ、またこうちょっと答えやすい限定的な質問の方に行きますね。まあさん、まあさんぐらいですかね。はい、4人に聞きますと、初キスの場所は、家かな。俺多分外。俺も外だった気がするな。でも家の中か外かっていう質問じゃないと。自分の部屋のベッドの上に座って、うん、横向いて、うん、横並びで、ね、横並び。ちょっと縦並びで座んないじゃないですか。わかんない。そう、正面お互い向いてるかもしれないから。中3。桜子はその時には家にはいなかったの。覚えてねえよ。誰もいなかった。お父さんもお母さんも。ずっと家にいてから主婦で。ああ、お母さんは。じゃあお母さんが例えば2階の大吾の部屋行く時は、階段をどんどんしながら、大吾今から行きますよみたいな感じで合図出してから行くってことね。ケーキとか。この合図は絶対欲しいよね。鉄人はどこだ。中2かな。中2の時、彼女の家の前の階段。どっちが上の段。いや、もう上。横並びだったと思うよ。うん、玄関の階段で喋ってて、行くまで、うんうん、そこで、その流れで。なるほど。ちょっと夕暮れに。その情報いるか、夕暮れの情報は。いや、ちょっと儚い青春の。なるほどね。情景、まあ、情景は浮かんだけど。はい。綺麗なキスですね、じゃあ。そうですね。いいと思います。はい。ありがとうございます。はい、いいんじゃないですか。のどちんこさんは？僕は多分ね、学校の帰りだったかな。中学校3年生の時だったような。なんかみんなその中学校2年生3年生が多いんですね、これね。たくまもう3年？いつ？僕中1です。早いな、おい。ちょっと、いや、はい、なんかやっぱ最初めちゃめちゃ僕その時ピークだったんで、僕のモテ期。人生。あ、モテたんだ。もう小6、
きくなったんで、入ったみんな、なんか、メールアドレス教えてくれと。すごい言われたんですけど、俺何を思ったか、俺携帯持ってないって嘘ついてたんですよね。なんで、なんで教えたくなかったの？そう、いろんな女の子が言われて、ちょっと恥ずかしくて。いやで、でもなんかクラスの子一人だけ教えたんですよ。あ、ちょっといいなって思って。まあ、それが最初の彼女の子なんですけど。それを教えた。ブワーって広がって、俺のメールアドレスが。やべえだったんですけども、その広がった頃にはちゃんとその子と付き合ってたんで。おぉ、きれいな話だな。はい。同じ言い方、異性のキュンとするポイントはっていう質問もありますね。異性のキュンとする。なんか、すんげえ頑張ってる時に、おでこから汗とかちょっとにじみ出てたらキュンとするかもしれないですね。へえ。なんかそのすごい頑張ってる時に出る汗ってなんかすごい、あ、頑張ってんだなって思う。頑張れよって思っちゃう感じがします。へえ。僕はなんか仕事とかで慌てるってわけじゃないですけど、なんかいろいろやってる時に一瞬こう髪の毛をさっと触る仕草が。キュンとします、ポニーテール好き、たまにするポニーテールでしょ。そうだね、うん、チラ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 見せなくていいよ。チラチラ見せなくていい。ポニーテールなのそれ。ちょっと見たいかも今。なんかポニーテールにする姿、結ぶところ。あ、見たいね。いい、いやもうスケベに特別っすよ、そんな。特別公開。ユサとか。いいね。俺はなんか。そう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 、そういうの。そう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 、いいね。くってって。そうやってやんのね。髪結んでね。そうそうそう。こうやってね。横も向いてほしいね、横もこう。あ、丸めちゃった、丸めちゃった、丸めない方がいい。丸めたらダメなんね。あ、わかるわかる。垂らすのね。ね、あ、いいね。そのなんか跳ねて、あの、癖っ気で跳ねてる感じいいよ。あ、あれっす。俺、なんか一緒にバカやれちゃう子結構、キュンとするというか。うん。万引きとか。え？万引きとか。で、万引きとか一緒にバカじゃないでしょ。まあ、バカだけど。こいつすげえな、みたいな。ほんとバカだな、お前万引きして。おすすめ。次は、若ちゃん。もうこれ2つの質問一気にしましょう。ワンナイトってありですか、はい、夜の誘い方はって書いてます。ワンナイトってありですかっていうのと、夜の誘い方はまず、ワンナイトはありですか？まあ、その人とどうかですね。いいなと思ったら。あり。ありかも。で、何濁してんの？経験あんだろ、お前。いや、ありますよ。それはありだろ、じゃあ。ありっすよ、ありかな。だから。さ、誘い方はっていう質問にこうコンパクトに答えてあげて。止まる？おお、なるほど。なんて言ってんだろう俺。ワンナイトは僕ないですね。なしです僕は。なし。はい。いや俺もワンナイトないんすよね。だいたいそういう場はもう自分が楽しくなっちゃってみたいな。ちんちんちっちゃいからね。おい、見るなよ。ちょっと濁して。俺まだ見てないっすわ。いつでも見してあげるよ。大悟さんはどうですか？そんなやつありっすよ。ありで、うん、エッチしようですよ。おお。はっきり。え、あんまり恥ずかしくない？それは言うの。うん。ああ。それは自分がチンチンがでかいから。っていうことで言えよ。
次、S さんからの質問ですね。これも2つセットでいきましょう。はい、自分の顔は何点だと思う？いや付き合った人数、クエスチョン。うん。75。まあ、欠点が徐々になくなってきたっていうのは大きな強みですかね、僕の今の顔の。付き合った人数。めっちゃ少ないっすよ、俺。本当に。片手ぐらいっす。おぉ。まあ、4とかですかね。はい。確認してるか、それでみんな。毎日見とるやろ。80点。おぉ。これだんだん上がっていくパターンですかね。ああ、確かに5アップしたね。はい。僕は5人ですかね。お、一緒だ。一緒だ。これも上がっていくパターン。マジか。56点。上がった。いいね、うん。ちょうどいいかも、本当に。本当に56の顔かも。多分そう。よく見れば見る。56の顔だわ。フミヤ笑いすぎだろ、うん、これ結構ちょうどいいでしょ。僕結構人見るときに、うん、まあ男をつとかもそうですけど、うん、あこの人ジョーのジョーだなとかジョーのゲだなとか分けるんですけど、俺は自分のことをチューのゲと思ってるんですよ、レベル的には。うんうんうん。だからチューのゲなのにゲだったら50以下。チューのゲ。チュー以下だろ。僕も5とかすかね。あら。4とかか。うん、5。5ぐらい。これも。4だね。どっちなの？ 5 なの？ 4 なの？ 4 だ。4ね。はい。その入れるか入れないか迷ってる一人はどういう感じで迷ってるの？その、いるね、その、入れるか入れないか人の。4です。80点とかでしごが。おぉ。ほんまに別に僕、ちょっとひいき目に見て。雰囲気とかで持ってってるから。いや、そうなんだよ。うん。雰囲気なんだよね。顔だけで見たらそんなにね。そうなんだ。たくまそうだよな。そうです。うん、雰囲気がだよね。うん。雰囲気面。雰囲気面してる。ちょっとおでこ上げてみて、おでこ上げたらどうなる？そんなかっこよくはないね。やっぱ雰囲気だよね、その髪の毛も。ほら、やっぱこう見たら、フミヤの方がイケメンだもん。そうか。千葉さんやってみてくださいよ。広い。千葉さん変わんないかもしれない。でしょ？俺なんか変わんないんだよ。いいよ、千葉さん。でしょ？人数とか10人ぐらいじゃないですか。ああ。まあまあ。まあまあまあ。付き合ったら結構長く付き合うタイプですか？全然です。短い。1年とか。短いね。そっか。長かったらまあ、もう大体結構するわ。まあ、いない時期がめちゃめちゃあるね。あ、いない時期あるんだ。めちゃめちゃある。最高長くてどんくらいいなかったとか。4年とか5年とかいない。4年。あ、結構いないね。うん。これも M さんですけどね。なんかこれは、なんかまあ、企画も含めてのなんか質問というか、物でも人でもことでも何でも、皆さんの今、おすすめしたいものを、まあ、プレゼンしてくださいと。で、一番誰が欲しいものをプレゼンするかどうか。あ、じゃあ行くよ。おい。今流行りのクラブハウス。うん。もう、あれどうなの？いや、書くのとかがめんどくさがりの僕にはめちゃめちゃ合ってますね。しかも、片手までできるんで。ああ。もう流しとけばいい、置いとけばいいみたいな感じで。聞いとくもそれでできるし、まあそれなんかやりながら話すっていうのもできるし、今日とかも朝、うんうん、運転しながらちょっと話したりして。
それは俺と、あ、この人聞いてるじゃんって、聞いてる人の顔の、なんていうの、アイコンみたいなのがバーって並んで、はいはいはい、誰が聞いてるっていうのを分かるの。はい。だから面白い人入ってきたと思ったら、ちょっと話してくれないですかって、ああ、なるほど。誘ったら、その部屋の、部屋が一気にちょっと変わるというか、テーマが変わるんで。まあ、あとは紹介性っていうのもな、やっぱり。なるほどね。それがちょっとステータス、ね、煽るよね、やっぱ。ね。やりたいってなるでしょ、みんな。わかるわかる、うん。うまいことできてるよね。そこも。まあ、でも本当に面白いかな。その人に会えないっていう、こういう時期にはいいんじゃないかなって思う。なんだろうな、おすすめ。何でもあるじゃん。コーヒーのなんか、コーヒーですかね、入れる分とか、コーヒーいいじゃん。なんかコーヒー豆でもいいじゃん。おととい、昨日、豆届いて、知り合いから、うん、こういう豆やったんですけど。うん。おまあ、ちょっとした時間で、自分で入れて、なんか、うまくいったりいかなかったり、まだプロじゃないんで、僕も。そういうのはすごい。日に日にうまくなったり逆にうまくいかなかったりとかそういうの楽しむの面白いんで、うん、でなんか人に入れるとなんかすごく喜んでくれた時に、うん、ああやってよかったなって思うんで小さな幸せがどんどん増えるかなってお二人なんか豆引くやつとかもなんかすごい凝ってるもんねフミヤはそうですねうんそれも合わせてプレゼンしてた電子のやつ頼んでたもんキャンプ中になそれ内緒なんですよ。そうだ、内緒だ、これ。あたりに内緒だ。いや、奥さんに内緒で買っちゃって。これなんですけど。そんな。コーヒー見る。はい。これ内緒で買ったんですけど、多分これ見てバレるんで、先に謝ってきます。先に言っとけ。買いました。なんで、そんなんいいだろう。いや、これちょっとなかなか高い。そうなの高いということで。たくま、そんなのも自由に買えねえんだぞ。いいわ。もう即決。即決ポチ、即決ポチで。誰も言わない。誰にも言われない文句な。俺はちょっとね、最近ちょっと家具屋行った時に、薪ストーブ、めちゃくちゃかっこいい薪ストーブ見つけて、ドイツの薪ストーブなんだけど、うち実家が今盛岡で、あのベス分かるベス家の、うん、あ分かります、はい、うん、ベスの家なの、そうなんだ、で、そう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 、で父さんがその薪ストーブをずっとやりたかったって言って、今作ってんだけど、うん、あ作ってんじゃん、もうあのそこの薪ストーブなんだけど、まああったかいの薪ストーブって、うん。で、あの火をくべてる時もめちゃくちゃ楽しいんだよね。わかる。わかるでしょ。あの火のつく感じとか、火なくなった時に薪くべてまた燃え上がってくる感じとか、キャンプとかやったらさ、キャンプファイヤーとかずっと夜するじゃん。めっちゃいい。あれとかすげえ楽しいじゃん。なんてことないのに、それがめっちゃ今おしゃれなやつがドイツのやつあって、名前ちょっと忘れちゃったんだけど。俺絶対薪ストーブ家将来建てたらそれにしようと思って。うん。っていうのかな。最近、進めたいのは、うん。めっちゃ楽しいんだよね、薪ストーブ。薪割るのとかもめっちゃ楽しい。いいですね。はい。じゃあ最後、ハスキーが。俺は、あんまり知識はないですけど、ロースイーツってやつ。おお。どうなんすか？ロースイーツ。ロースイーツ？うん。なんかロースイーツ。お菓子？いや、なんかお菓子ケーキみたいなやつなんですけど。うん。わかるかな？こういうやつなんですよね。全然わかんないわ。ロー。あ、ロースってこと？ロウソクのロー？あ、違います。全然。すいません。すいません。あ、すいません、すいません、すいませんでした。なんかロースイーツってなんか生のスイーツってなんかいうような意味らしくて、あーローってそっちのね、ローフィッシュとかのローね。炭素とかなんか熱に弱い栄養素
はい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 。あの逃がさず、なんかこう、うん、多分それも入れて食べれるみたいな。あ、はいはい、結構体にいいらしいんですよね。で発酵させてちょっとヨーグルト風な味になったりとか、カカオも90何パーセントとかのチョコレートできたりとか、うん、で甘いもの僕好きだから、うん、好きだよな本当昔から甘いものはめっちゃ急流みたいな感じじゃないですか本当なんで結構それがおすすめかな、甘いものが体いいにいいらしいから、僕のインスタグラムにあるんで、ちょっと見てもらって。あんま市販には売られてないの？そう、なんかあんまりね、こう、お店とかで多分、うーん、かな、まあ、スーパーとかでは見たことない、ね。いいね、と、はい。はい。なかなかコーツつけがたいから、もうこれは M さんに順位を つけてもらいましょう。そうですね。チャンネル登録、グッドボタン、よろしく。